はい、マスダです。カメラでフィルムデジタイズの26回目になります。今回はですね、前回触れたように古いカラーネガのベタですね。ちょっとね、古すぎて怖いんですけど、やってみようと思います。というわけで、今回のネガはこれです。じゃん怖いっていうのは見るからにちょっと変色しちゃってるんじゃないかと思えるからです。 まあネガだからパッと見は分かりづらいんですが、まあ、何本か見て傾向、えー、はなんとなくつかめてるんで、えー、ちょっとヤバそうな感じがします、まあ、何せ保存とかそういうの、まあ、考えずに放っておいた期間の長いネガですからね、えー、記録では1978年の8月、えー、まさに中二の頃の写真です ま、しょっぱなはこれは船の科学館ですね。え、今で言うとお台場の西のエリアですが、え、当時は、え、お台場の殺風景な埋め立て地の中に、え、船の科学館だけポツンとあるような感じだったと思います。え、メモによると、え、宇宙科学博覧会やってた時に行った時らしいですね。え、ロケットとかも映ってます。あとはですね、毎度の鉄道、え、上野駅で、 撮ったとも数枚あるんですが、ちょっと遠出して、南部線の西国立駅にあった立川機関庫ですね。ここも写ってますね。茶色い電気がバラバラといます。ED16 とかですかね。まこの辺はネガなんで、こう話しててもわからないんで、後で反転した時にでもご覧いただきます。では実際の作業です。 全部いつも通りなんですが初めてご覧いただく方もいるかもしれないのでざっくりと説明しておきます撮影機材はカメラがニコンの D810 レンズがマイクロニッコール 60mmF2.8 のセットですライトボックスはこのイラスト用のトレーサーで代用してます概要欄に掲載してますが4000円ぐらいの低価格な製品です色もチェックしました フル発光で使用しますが、ちらつきも生じない設計になっているようです。え、まあ、え、これで十分です。え、トレーサーに直接フィルムを貼りますが、え、その方法はこのデジベタの1回目でやったので、え、そちらを参照してみてください。まあ、貼ると言ったって画面に入らないように角をちょこっと貼って仮に固定するだけです。え、貼り終わったら、え、撮る前に上にガラス板を載せます。 まあ全くカーリングのないフィルムなら載せななくてもいいけるかなと思います今回は12枚撮りフィルムストリップは3本しかないからまあ簡単ですね画面いっぱいに撮れるようにセット今回は12枚撮りだったので撮影距離もいつもよりもちょっと寄り気味で 60cm ほどです 露出やピント合わせは今までと同じですが、まあ、これも12枚撮りなのですぬけの部分が多くなりますなので露出は気をつけてくださいねそのままだとすぬけ部分に押されてオート露出だとアンダー目になってしまう恐れがあります撮影モードは絞り優先オートすぬけが多いのでプラス1段しておきましたさらにブラケットをプラスマイナス3分の2段ぐらいかけて3枚撮影して えー、具合のいいのを使います、えー、昔のコンパクトカメラで撮った写真は、まあ、いろんな条件があったりで、えー、露出のばらつきも大きめですねと、えー、状況に戻ります、えー、画質モードはローです、えー、ピクチャーコントロールの設定はいつも使っているネガカラー専用のピクチャーコントロールを使ってます、えー、撮影する時にすで、えー、にポジ像ンとして見えるのでピント合わせを含めて、えー、確認が楽ですね ホワイトバランスはオートで OK です。まあ、ニコン以外、えーまあ、ニコンでも専用のピクチャーコントロールを作るっていうのがめんどくさい場合は、えー、普通にスタンダード的なモードで撮影すれば OK です。その場合は、老現像の時点で反転します。というわけで、撮影です。撮影の時はライトボックスの照明だけにします。ブレのないように対策してください。ここではケーブルレリーズ使います。 はい、これで OK です<ー>では撮影したデータを今回はシルキーピックスで処理してみます、まあ、ネガカラーですからねシルキーのネガカラー反転ツールに頼ろうと思います相変わらず1つ前のバージョン10を使ってますがネガカラー反転ツールの機能としては現状特に変わっていないようなのでしばらくこのままでいきます、まあ、ここで使ってるカメラも D810 ですからね問題ないです とということでシルキーのセレクトモードで今表示してますがこれがネガを並べて撮影したデジベタのローデータです。ネガの専用のピクチャーコントロールを使っているので明度は反転してますが色の方は反転してないので変なピンクっぽい色になってますね。気になるのはですねフィルムの真ん中あたりだけピンクの濃度が上がって紫っぽくなっているところですね。 メリハリがないっていうのは、まあ、ネガではよくあることなので補正するだけなんですがこの色ムラは退色の予感がしますでは調整モードにしますはいこれでネガに戻りました濃度もちょっとオーバーめなのか濃いように感じますあ忘れてましたがフィルムは多分フジカラーの F2 ですねパーフォレーション部に製品の印字がないんですが 時代的に言うと、えー、多分フジカラーの F2 ですカメラはミノルタのハイマチック C です感度の設定もしかすると間違えたのかもしれませんねちょっと真ん中の1コマを拡大しながら早速ネガカラー反転ツールで対応してみます上にある4つのスポイトアイコンツールの一番右側がネガカラー反転ツールですフィルムベース部分を指定しますほい反転しました えー、黄色いですねやはりコマの上下に向かって色ムラはありそうです、えー、全体表示に戻してみますやはりムラはありますね、えー、これはまあベタなのでムラ、えー、の補正っていうのはするつもりはないというかまあムラがあることが逆に分かればいいんですが、えー、という感じなんですがちょっとショックですね、えー、気を取り直してもうちょっと見れるように補正していきます グレーバランスツールを使ってまずは画面の中からグレーを取っていこうと思います確かさっきの真ん中の時のスカートがグレーだったのでここですねこの部分を指定してみますほい黄色みはだいぶ抜けて自然な色調に近づいたようにも見えますまあこういうところがない場合は路面などを参考にするといいかもです でもコントラストが甘くて、ちょっとメリハリないですね。素抜けの部分は十分黒になってるんですが、コマの中はだいぶオーバー気味なのか、黒の締まりが悪いです。なので、これをトーンカーブで調整してみます。まかなり強引な調整が必要そうですね。はじめに黒を締めるところから始めます。 RGB のカーブのシャドウポイントを思いっきり右に寄せて黒を締めてみます。えー、思いっきりやっちゃいましょうか、えー。こんな感じで半分まで持ってきてみました。もうちょい黒を締めたいところですね。えー シャドウポイントは動かさずにシャドウ側のカーブを少し下げてみますはいいかがでしょうかメリハリは結構いい感じに補正されました真ん中ら辺はまだ黄色っぽさが残るのに周囲がちょっと青かぶりしてますねやはり変色しているようですまあそこは気にせずに続いて色別のトーンカーブで色を合わせていきます 黄色っぽさを補正したいので青のトーンカーブを選んで、えー、上にちょっと上げてみます。はいえー、今度はですね逆に緑色が浮いてきたので緑のトーンカーブを選んで、えー、下に下げてみます。 はいうーん、中央部ですね、えー、気持ち青みも感じるので赤の今度は赤の、えー、トーンカーブをちょっと上げてみますはい、えーま、悪くない感じですね、えー、ちょっと全体を見てみることにしますやっぱり中央部だけきれいに黄色くかぶってるっていうか逆ですね、えー、おそらく周囲から色が抜けていってる と言っていいかもしれないですね上下ともに、えー、一番右側の端も抜けてる感じですネガシートに入れてる状況を考えるとその端の部分そしてパワフォレーションのあたりですねやはり空気に触れやすいところから抜けているようですねまあ、一様に抜けてくれるといいんですがこんな感じでムラになると厄介ですねまあ、ただこれが このネガの状態だっていうのがわかれば、まあベタ焼きの役割としてはオッケーです。問題は1コマをデジタイズしたときにどう補正するかですね。まあベタ焼きはこの辺にして次回からまた1コマのデジタイズに戻ろうかと思ってます。こんな感じの流れなので、今回のこの退色で色ムラが出てしまっているネガを使ってやってみようかと思ってます。 えということでえ、せっかくなのでえ、最後に何コマかざっくり見てみようと思います。はい、えー、これは中二の頃の自分ですね、えー。ちょっとピンとボケボケですね。えー、隣は N1 ロケットですね。えー、今は H1 になってますが、えー、それより前のロケット N1 です。これはちょっとネームプレートのところが見づらいですが、譲るかな、えー。そしてさっきの時 隣は立川機関庫に移って ED16 左奥に見えるのは EF13 ですねそして ED16 が続いてこの正面からの写真は EF15 ですね左側にホームが見えるのが分かるように改札からホームに渡る踏切から撮ったんだろうと思いますなぜか前に猫車も置きっぱなしになってますねまあのどかですね で、隣はなぜかまた飛んで、えー、流山鉄道の旧車です。えー、これは多分、高野駅ですね。高野駅で撮ったやつですね、えー。ブレブレで適当な感じですけどね。まあ、今となっては貴重な感じです。まあ、旧車好きだったんで、えー、ちょこちょこ出てきますね。えー、ちょっと寝が傷もあるようですね。はい、えー、というわけで、今回はこれにて終わりとさせていただきます。 ベタ焼きは今回で一応終了ってことでまた1コマネタに戻ろうと思います先ほどの退職絡みですね、えー、次回チャレンジしてみようと思ってますご視聴ありがとうございましたよろしければ制作の励みとなりますのでチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします